結成2シーズン目ながらアイスダンスの日本歴代最高得点を塗り替えるなど大きな飛躍を遂げたかなだい。2人の進化はまだまだとどまるところを知りません。村本さんは4回目の出場、そして高橋さんはシングル時代に8回出場し世界チャンピオンにもなった世界選手権で日本アイスダンス史上最高位を狙います。 Representing Japan in the World Figure Skating Championships、 カナ・村本 and 大輔・高橋。した2人、リンク上の2人の魅力、村上さんはどう感じてますか？はい、やはり今回オリンピックは逃してしまったんですけれども、わずか数年でここまで息の合った滑りに成長したこと、こちらは本当に素晴らしいことだと思います。はい、高橋大輔組、カップル結成からわずか2年でのこの成長です。村本かな、高橋大輔組でした。村本かな、高橋大輔組、この2人、四大陸選手権、そして世界選手権、2人の活躍、これからも目が離せません。